今日なんかすごいなんかあのバケーションが、いや本当ね、そうね、すごい滞在のホテルの、今回大人の企画の滞在ホテルにあるプール、じゃあちょっと四つ星ホテルに泊まってるお二人に発表みたいなのがあるんですよね、はい、今回ね新しい企画がこれを部屋長から発表してもらいます。ずっとやってきたんですけど、まあいろいろと男の子をずっとスペインに連れてきたんですけど、今回っていうかもうこれからもう女子をね、女の子を強化しようってことで、女の子に力を入れたい企画、そして女の子を羽ばたけ世界へ第1弾、日本代表する10番を背負う岩渕真奈選手が、うん、まあセレクションしてくれて、そして岩渕真奈選手が選んだ選手をスペインに連れて行く、マジョルカ島に連れていくっていう企画。あーすごいですね、うん、それはなんかスペインに連れてって、うん、なんかどうなるんですか、連れてって。いや連れてって世界のそのやっぱその同じ年代の女の子たちと戦う、男の子のやっぱこういう世界大会とかって成熟してるから、女の人ってなかなかないじゃん。でもそういうのをやっぱ体現してくれてる岩渕真奈選手みたいになりたいとか、サッカーを通じて海外に出て言語を学ぶきっかけになったりとか、そういうところの第一弾ですよ。なるほど、すごいですね。なんかやっぱ一種のクラブチーム作るみたいなもんなんですかね。そうね、選抜ね、選抜して岩渕ジャパン。コロナ前は一回出てるんだよね、原夏子っていう、なでしこジャパンで10番つけるような選手をセレクトしたチームを連れてったんですよ実はね、うん、で今回そのもっと強化版というか、もっとこれから大きくしてやっていこうって言った時に、今アーセナル所属の岩渕真奈選手がぜひ女子サッカーの普及と育成に力を入れたいから一緒に協力したいって言ってくれて、この企画がプロジェクトがスタートしました。ありがたい、なるほど、ありがたい、本当ありがたいね。じゃあこの企画にお二人は参加されてるってことですか、主催側ですか。もちろん、もちろん。今回カテゴリーが2つのカテゴリーが3つのカテゴリーにエントリーする予定で、でまあ岩渕本人は、10月がもうシーズン中ということで、多分監督、岩渕がセレクトしたチームの監督コーチ選手団の団長団長とかある、オリンピックあるじゃん。でやっぱ団長もそうなんですけど、もう監督もやっぱもう選手を見極める能力、岩渕さんだけじゃないじゃないですか、監督、コーチ、団長も見極める能力大事だと思うんですよ、はい、団長はもうこのスペイン授業を十何年もやってるんで、その見極める力っていうのはね、ものすごいと思う。過去いろんな、過去ね、いろんな選手見てきてるからね、子供も含めて。なんか例えばなんか印象に残る選手で、エピソードね、見極める、うん、エピソード、例えばですね、例えばメッシ選手ね、メッシ、うん、日本が海外の遠征で初めてが帯同がメッシいたんだよ、17歳、17歳の時のメッシ、17歳のメッシよ。で俺とかも会場ね、そのホテルの会場で食事会場とかバヤバヤセッティングして選手が来るの待ってるんだけど、いつも一人でメッシ選手とかがね来るわけ。でいつも髪の毛ね、こんぐらい長い、当時びしょびしょで来るわけ。ディスってる、ディスってる。いやディスってないよ、びしょびしょで来るわけ。なんかシャワー拭けばいいのになみたいな、でもなんか雫が垂れるんじゃねえか、垂れないかぐらい結構出ちゃう。でやってて、でいつもねこうやって一人で食べてるから、俺らもね、なんか17歳じゃん、俺ら当時も30超えてる、おいおいでおいでって呼んでた。食べるもしないけど、なんかもうもじもじもじ、うわ、出てない、もじ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 してるわけ、ちょっと元気出せよよく言ってたんだよ。俺ら当時はもうさ、ロナウジーノとかみんなサイン頼まれてたから、ロナウジーノがデコとかもらってた。でも俺はね、いいこいつだ、モジモジしてもう用語として持ってないんだから、サインもらわなかった。メッシの、メッシ、それがさ、もうダメだなと思った。それがいつのバロンドールなんだと、もうダメだと思った。先見の目のなさ、これ平長、唯一あの当時にサインもらってりゃと思ったけど、一個もない。映像も写真も何にもない。なんかまだ雫が垂れるか垂れないかだけ覚えてる。伸びるとか思わなかったんですか。そうね、1ミリも。練習風景とかでこの人伸びるなみたいなことをお互い言い合ったら面白いですよね。
ね、言ってて記録にしとけば、ね、実際本当に見極め能力がないっていうのが全然ダメだったのがね急に入ってくっていう。見極める能力もね、まあ、めちゃめちゃ大事ですけど、まあ、チームを強くするって現場の監督がいたりとかね、でサポートしてくれる、団長いつから指導なんですかね。遠征時代は10月の24、25、26日にやってたんですけど、今ちょうど岩渕選手がヨーロッパリーグが終了して日本に帰ってきてで6月の、今24、25、7月の頭で、日本でセレクションを開催しました。ちょっとリリースはこれからになるんですけども、ね、今、日程とか時間調整しまして全会場に岩渕真奈選手来てくれる予定なんです。あ、そうなんですね。やっぱり岩渕真奈選手が見てもらうっていいじゃん。そのアムだけじゃない、自分のプレーを見てもらう、うん、これだよね。いろんな人チャレンジしてほしいね。別にあのチャレンジすることはね無駄じゃないからね、うん。今回スペイン来てもう全然安全だっていうことが分かったんでね、うん、あのどんどん連れてきて、今まで通り夢ある企画をたくさんできる。そうね、ワクワクする、キラキラ、参加者がキラキラしてくれる。今回も親父たちキラキラしてるからやっぱこういうのがちょっと盛り上げていきたいし、はい、もうなんかこう休むも間もなくこう次から次へと出していきたい。いいですね、うん、じゃあ本当に走り続ける。じゃあ最後、ヘアチョプールに飛び込んで終わりで大丈夫ですか。じゃあ、ね、団長、やっぱりはこれも YouTube チャンネルの景気付けにドバーンっていった時にやっぱそうで全然そうですね。なんで俺がそんなことやったの。ヘアチョの仕事だった。それではじゃあ気を取り直して勢いがあるね。メガネも取って、あとは勢いだけ。うい。さあ、温度チェック。温度チェック。本当心臓止まっちゃいますからね。まずね足から入れて、体育の授業に回ってるから。ここからのもう尺が長くなっちゃうから、すぐに。チャンネル登録よろしくね。